マーク・ボラン、1947年9月30日から1977年9月16日は、イングランド出身のロックミュージシャン、シンガー・ソングライター。本名マーク・フェルド。ロックバンド、T-Rex のボーカル兼ギタリスト。1970年代に流行した、音楽ジャンル、グラムロックの代表的アーティストとして活躍した。2020年、同バンド名義で、 ロックの殿堂入り。名優ミッキー・フィン1947年にロンドンのストーク・ニューウィントンコモンで双子の指定として生まれる。父親はロシア、ポーランド系のユダヤ人であった。1965年ソロデビュー。1967年にジョンズ・チルドレンにギタリストとして加入するも3ヶ月で脱退。その後、 スティーブ・ペレグリン・クックとアコースティックデュオ、ティラノザウルス・セレックスを結成。後に、パートナーを、ミッキー・フィンに変えて、エレクトリック路線に変更し、1970年に t レックスに改名してから、ヒット曲を連発。1970年代に、グラムロック・ムーブメントの第一人者として活動する。代表曲には、Get It On、Metal g ー・ r ル c h i l ブ・ザ・ e n o ューショ Revolution、 EG アクション、20センチュリーボーイ、ザ・グルーバー、トラックオン、ライト・オブ・ラブなどがある。1977年9月16日、ロンドン郊外のバーンズにおいて自動車事故でよう去った。自動車は愛人のグローリア・ジョーンズが運転しており、ボランは助手席に乗車していた。事故は車が大破するほど大きかった。ボランの死の状況については様々な説が流布したが、 2015年9月17日付の英国ガーディアン氏は、ボランは即死と記述し、流説を明確に否定した。なお、グロリア・ジョーンズも、顎の骨折と顔面に、かなりの負傷を負っている。オカルトに凝っていた時期があり、また、僕は30歳まで生きられないだろうと冗談めかして、語っていたという話は有名である。結果的に彼が亡くなったのは、 30歳の誕生日の2週間前であった。ありがとうございます。